ヨトラオカ少流ンカ城、宝ヨエえにンカ城、関山アザごう前輪牧石とは、前輪構想の親戚のこと。インカ城、アザご宝墓、下将、いげ、石徳などがある。単に牧石ともいい、牧石住石とも書く。牧石という語は中国では、親戚全般を意味するが、日本においては、 前層の親戚という、極めて限った範囲にしか使わない習慣がある。その二義を区別するため、近年、後者を、多くは、前林牧石と言い,い、その書風を、前州様という。読む層古寺石徳牧石は、武士が台頭した鎌倉時代に、中国から伝来した。当時の日本の書道は、しばらく、中国との国交が途絶えていたためは洋食一食で、あったが、 この時期に、再び日中の交流が、禅僧によって始まり、そう、現代の禅宗の伝来とともに、精神を重視する自由で人間味に富んだ禅僧の書が、流入した。これが、武士階級の趣向と合致して、多大な影響を及ぼし、牧籍という新しい書の分野が生まれ、日本の書道史上、重要な位置を占めるようになった。さらに、 室町時代に茶道が流行すると、墨石は古筆切れとともに、茶席の第一の掛け軸として書くことのできない地位を獲得し、一国一城をかけても人のの墨石に変えるといった狂言的な風潮も生まれた。特に、江戸時代の大徳寺の禅僧の間で流行し、多くの墨石が残され、今日では、それが墨石の主流となっている。 日本に禅宗が伝来して以後、僧、元の間、日本では、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、禅僧の往来が頻繁になった。日僧像は80人以上、僧から来日した僧は20人以上が知られ、元に至って、その交易は一層活発になり、入り元像は200人以上、元からの都来像は、 鎌倉幕府がその来日を制限しようとしたほど多くなったという。このように両国の交流は前奏を介して密接になり、その影響は日本の政治、文学、建築、芸術にまで及び、書道の方面も中国の前奏の牧石が伝来して鎌倉時代の前輪の間に流行した。以下、その時代背景と牧石の伝来について記す。 中国、中国の金世は早朝に始まると言われるように、壮大以後、中国の歴史は、新しい段階に入り、貴族に代わって、次第部が活躍した、時代、政治的には、武人政治が解体して、皇帝独裁政治の時代であった。その武人と貴族の勢力を抑えるため、管理の人形に、過去の性を用いて文事に力を注いだ結果、文学、芸術、 宗教が、すこぶる交流発展することとなった。書道においては、北宋の初め、約半世紀ほどは、中国の伝統的書法である、進む等の書の模倣が続き、王羲師の書風が流行した。やがて当人が、書法や型に束縛されて、世紀を失ったことの反省から、宗人は自由に自己を表現しようと考え、素食、皇帝権 米仏の三大化によって大きく諸風が革新された。その新諸風は南宋に及んでも流行し、大多数の諸人はそれに属するものであった。しかし、南宋中期から次第に、新透へと復古する傾向が見られ、南宋の諸道には、二王を胸とする者と、宋の三大化に学ぶ者のとの二つの潮流があった。やがて、それが、 元の超毛布の復古朝の前世時代という形で、淘汰されていくが、進む党の書へ復古するに至った理由は、僧人が自由と個性とを尊重して、個法を軽んじ、素法になったという反省からによると言われている。以上がそう、元時代の書道の大勢である。一方、宗教においては、そう、元の時期、全仏教が正教を呈した。 総長は過挙によって官僚を登用する必要から儒教を重んじたが、同時に仏教や道教も保護し、この国家による保護政策によって仏教は流盛に向かった。その中心は禅宗であり、宋代の禅宗は、総壮宗、法言宗、雲門宗、異行宗、臨在宗の五家と、その臨在宗が容疑派と横領派に分かれることから五家、七宗と呼ばれる。 宋の中期以後、楊梨派と応梨派が次第に勢力を伸ばし、はじめは応梨派が盛んであったが、後には次第に楊梨派が優勢となった。そして、南宋末の楊梨派の発展は目覚ましく、ことに、援護国勤の門下から出た、大江宗公は、多くの弟子を集めて一派を成した。その後、三安皆欠の活躍により、同じく、援護の門下の虎岡昌流の系統が、 盛んになり、その密案文化では、末元高志学、藩祖先の二人が、特に有名で、それぞれ一派を成した。南宋時代の禅文化に最も大きな影響を与えた矛盾師藩は、その藩派,派から出ている。元朝は、南宋以来の漢民族の生活と文化をほぼそのまま、容認したため、現代も、仏教の中心は、禅宗で、活躍した禅宗の多くは、 臨在州であった。その中で、特に重要な人として、半派の中標明本、末言派の古林清重や両安清翼などを挙げることができる。四無因縁都語森氏壮大に、禅州は他州を圧倒するほどの勢いを見せたが、その要因に、古事仏教の流行と出版業の流星がある。古事の参前は、禅州が一つの完成した姿を現出した東大に、 先例があったが、壮大以後、その比重は徐々に増していった。北壮の王安石、祖職、祖鉄、皇帝圏、南宋末の長則、これ、元の標古ぶりなどの次大部の参前が知られる。家居官僚の担い手となった次大部に、共通の教養は儒教であったが、当時の儒教は家居に求大するための道具に過ぎず、魅力がなかった。 次第部階級の哲学的欲求を満足させたのが、禅宗であり、この新たな支持層を得たことにより、さらに瞑想が排出するという好循環を生んだ。また、禅宗の権威の確立とともに、前席の観光が行われるようになり、その出版による前席のルフは、禅宗が広く、社会に浸透していった、原動力の一つであったと言える。 次第部が参にした例として、祖職が横領派の東林上層から因果を受け、皇帝権も、同派の都合森同祖神の方を継いだ。超速これは善意に造形が深く、大英派の無問道、らと交際した。評古ぶりも全額に心を寄せ、現代前林の巨頭中法明本や古林清茂らと親しく交わった。 また、長毛夫も熱心な仏教信者で、中宝苗本を師と仰いで親密な交流があり、末言派のどつこ厚友や評古ぶりとも信仰が深かった。副派信史士官このような詩、書、画をよくした文化人の参前は芸術重視という善の世俗化をもたらした。次第部の才能が僧侶においても尊敬されるべき対象となったのである。その影響は牧石にも見られ、 北曹末以後、祖職、皇帝剣、長足野の書風が、前奏の間に流行した。特に、皇帝剣の書の影響は大きく、無学祖元など皇帝剣風のものが多く見られる。また軸千本線は、祖職の、乱慶道高は長足野の、両安清翼は、長毛布の影響を色濃く受けている。日本平安時代から鎌倉時代に移行して、 天皇を頂点とする古代的支配が崩壊し、将軍を頂点とする封建的支配が成立した。この一大変革により、社会、経済はもちろん、文化にも著しい変革があり、いわゆる公家文化から武家文化に変わった。その鎌倉時代初めの文化の特徴は、現実的、写実的であり、実用性と個性を重視した。 その変革の影響は書の世界にも及び、その様子は平安時代末期から伺える。そもそも日本の書道は中国の王義氏、王剣氏の書を胸として発達してきたものである。その二王の書は中国において幽霊天下な貴族趣味に支持されてきたもので、それゆえ日本の平安朝の貴族に受け入れられた。したがって、 鎌倉時代になってその貴族が没落して、日本の書道が大きく変革したのは、必然の流れで、それまで和洋を代表してきた、優雅な世尊寺流とは趣をことにする力強い、保小寺流という革新的な書が、平安時代末期から鎌倉時代初期に大流行した。その後は、その保小寺流の流れにある後京極流が、その字型を引き継ぎ、一定の型に、 整理されながら、鎌倉時代を通して、多くの人に影響を与えた。このように、鎌倉時代の書は、大改革されるが、美を追求した、平安時代とは異なり、実用に向く書流という特徴があった。さらに総長に新しく起こった、革新書道が伝来して、その変革に拍車がかかった。二王の典型に反発した個性的な総朝の、 新書風の特徴を最もよく備えていたのは皇帝剣と朝速野の書で、その皇帝剣の書風を日本に初めて伝えたのは英才であった。英才は、仁南三年と文治三年に日創し、研究二年に基調したが、二回目の日創時、南創は栄えて、勢力の盛んな時で皇帝剣の書風が流行していた。英才は、その影響を受け、 その筆法には、皇帝権を忍ばせるものがある。英才に次いで、新書風を伝えたのは、春城であり、正治元年に日創し、建略元年に基調した。春城も、皇帝権をよく学び、貴重に際し多数の書法の資料を持ち帰り、日本の書法に及ぼした影響は甚大であった。新しい時代の到来は、思想界をも活性化させ、法年、英才、親鸞、 道元、日蓮らが新仏教を打ち立て、旧仏教の側からも、上京、明英永存らが現れて活躍した。そして、英才や道元によって、中国で流星を極めていた禅宗が、新たにもたらされたのである。英才は2回目の日僧の際に、臨在宗王領派の教安懐、明の法を得て、貴重後、呪福寺や県仁寺を創建して、臨在衆の宝刀を伝え、 その後、特に容疑派が日本で栄えた。また英才は、後に善と結びつく茶をもたらしたため、茶祖としても尊ばれている。平安時代まで日本に善は十分には根付かなかったが、鎌倉時代になって、武士階級を中心に、その需要が始まり、次第に定着していった。禅修は中国における、次第部階級の場合と同様に、日本でも、 信仰の実力者たちの心を捉えたのである。その要因として、戦闘という制御を正当化するための新しい宗教を武士たちが求めていたこと、また、朝廷の貴族たちの文化的伝統に対抗するため、禅宗を新しい文化と捉えて積極的に受け入れたことなどが考えられる。つまり、禅を宗教として受容したことも事実であるが、 当時の人々にとって禅は中国の先進文化、芝居部の教養であった、詩書画などの代表であったことから宗教の素養を持たない人々にも魅力的なものに移り禅の普及に大きな役割を果たしたのである。さらに元朝という異民族国家に対する中国の 有力な禅僧たちの反発が彼らの日本への捉えを後押しし、日本での愚図の原動力となったこともその要因の一つとして挙げられる。全員学児法上に大事中国禅僧の牧石は、日本人留学像が中国から持ち帰ったものと、元や真の異民族国家を逃れた亡命僧たちが、来朝後に書いたものとに大別される。無人師範の法師、東福寺の解散、縁には、 家庭元年から6年間、南宋に留学した。この頃、南宋では蝶即野が、処方の大家として、名声を欲しいままにしていた時代である。縁には処方に深い関心を持っており、蝶即野の法に思縮し、貴重に際して蝶即野の章を持ち帰っている。現在、東福寺には、主座、初期、法上、前後、仙壇林、東在像などと書かれた。 大きな学児が増されているが、超速野の筆と伝えられるもので、皆縁児が持ち帰ったものと言われている。中国の著名な禅僧のもとには、日本だけでなく、朝鮮からも多く集まり、その三都数は、中国人をしのぐほどであったという。縁児のほか、この時期の主な日本人留学像には、虚、道佐と市具に司法した、南浦嗣明。 断経妙林に参じた無責不問、奇想、小久森に参じた、白雲へ赤月などがいる。現代になるとその墨跡は、超毛布の影響を受けて、処法的に優れたものが多く、これら、超毛布の処法を伝えたのは、雪村ともや、寂室元光などの留学像である。さらに、無因玄坪森などの留学像によって標価ぶりの、精神な処風の書がもたらされ、 やはり前輪の書と同様に牧石と呼ばれて、茶人の間で愛願された。このように日層、入りもとした前層は、その参禅した師匠から書き与えられた、陰火状、アザゴ、宝庫、下粧などを持ち帰り、それが大切に保存されて、牧石として珍重されている。それらの牧石の中で特に注目されたものは、まず第一に今日。 日本に伝わる最古の援護国金のもの、その奉師の大へ倉庫のもの、三つ案皆欠、無純師範、巨、道佐都志具など、トラ虎球派のもので、援護国金の系統の容疑派のものにほぼ限られている。これらの前奏も、超即のと交流を結び、その影響を受けたものが多い。現代の牧籍では末言派の古林清茂、ガツ、高ウ・タダシン、両案清翼、 大英派のソイシボンなどのものが注目され、超毛布の影響を受けている。法語禅宗は、鎌倉幕府に迎えられ、武家の帰還を得て、鎌倉御参が定められた。そのため僧侶の地位は高く、牧籍はますます成功した。鎌倉時代中頃になると幕府は禅宗を重視し、日本の禅奏の誘いや、幕府の招兵を受けて、優れた。 中国の禅僧が来朝するようになった。その来朝像の第一は、県庁寺の海産、乱慶道高であり、その書風は蝶則野と見違えるほどである。この縁にトラン慶道高によって蝶則野の書は、日本の新書風の典型となり、前下に尊ばれて、牧石と同様に干渉されている。その他、来朝した、中国の瞑想には、宋代では、骨案船、 第9少年、現代では、無学素元一山一安氏、西五桃、両前動員、新津田名正澄名曲素春、軸泉凡仙などがいる。これには、日本側の根性とともに、南宋末の清掃や異民族国家である、元朝への屈辱に対する不満があったと言われている。そして彼らは来朝後に、多くの牧石を残した。また民末には、 満福寺を創建して、日本王幕州の開祖となった、人間隆起などの前奏の来朝が続いたが、南宋末の時と同様にその背景には、満州民族の信仰による民の滅亡という事態があった。人間隆起をはじめとする民の一流文化人の亡命は、禅のみでなく秋代の文人趣味、いわゆる王幕文化を持ち込み、日本文化に大きな影響を与えた。 よって、大爆像は、宗教家というよりも文化人として受け入れられた面が、強く、その大爆文化を代表するものとして、絵画、書、天国、文学などを挙げることができる。そして、大爆像の中でも特に農書の三人、人間隆起、木安章等、即秘書一の筆跡が墨跡として尊重された。その書の特徴は、 農木を用いた太い自覚、民末の競争体の構成、一行書などである。また、女王二年に来朝し、因縁について僧侶となった独立聖域の牧石は、大幕像のうち最も本格的な書で、祖国にあった時から署名が高く、配分最初画布にもそのつてがある。その筆法の正しい独立聖域の書は、やがて儒学者や、 漢学者の間に流行して一世を風靡した唐用の先駆けとなった。なお、この唐用ブームは江戸時代中期からであるが、このブームの下地は明の文化人の来朝の時、つまり江戸時代初頭にすでにあった。それは江戸幕府早々期に打ち出された儒学省令作が中国文化尊重の機運を高め、日本への新書風の受け入れ体制を整えていたのである。 慶林家、南学家鎌倉時代末から室町時代にかけて、日本の前奏からも農所化が現れ、それまでの草原の書の影響下にある牧石の書風が少しずつは洋化された。やがて草原の書の影響を感じさせない書、すなわち近世の牧石が生まれ、日本の前輪や茶の湯の文化の中で発展を遂げ、独特の概念と伝統が形成された。 中国からの牧跡は、たちまち日本の禅僧の間にも広まり、高峰県美や南浦津具脇などを経て、大徳寺の解散、修法明朝、無相祖籍、古漢士連打に至って開花し人気を博した。いずれも、皇帝権や長速、これらの中国諸法の影響を受けながらも、独自の特色ある書風を展開し、特に修法の書は、 日本第一の牧籍として尊重されている。その、修法の書は、壮大の書法ではあるが、代表作、監督新戦法にはすでに和洋が加味されている。やがて民の成立とともに、日中間の往来が制限されたため和洋化が進み、全州様と和洋との折衷的な書風が、義道中身、絶海なかつ、中香る中世などを中心に行われた。 前週は、鎌倉幕府以後も、公家や武家の家を得て、京都御三が定められた。御三の文化活動は、様々な領域に及んだが、その中心は文学であった。そのため御三の禅奏の中には、詩人が多く、祖職や皇帝兼の師書が陳調され、当時の禅奏の生活に、当場、三や味噌、醤油は不可欠なものと言われるほどであった。 書に関しては、そのような背景から前輪に、送風の書が流行したが、五三文化がもたらしたものとして、上服や掛け軸という書の形式があり、従来の横に長く開く巻物から縦に吊り下げる、形式へと変化した。虎井像、一山一安氏の、節夜作という上服が、当時の日本では、先進国、元の最先端の表現と受け止められたのである。 そして、周法明朝の、京林家、南学家、古漢試練の、花屋号、雪村友梅の、梅花主などの墨石も、その影響を受けて、上服の形式になっている。やがてこの形式は、安土桃山時代から、江戸時代になると、佐道の茶席の前後一行書の掛け軸という、近世日本独特の墨石を生むこととなった。宝後前と佐道 そして牧籍と茶道の結びつきに大きな役割を果たしたのが一級総順である。一級は大徳寺に従事し、農学士のコンパル地区コンパル全大鳥、茶人の村田樹高などの文化人と信仰を結び、日本文化に全思想の影響を与えた。茶道は室町時代後期に大徳寺の総と堺の商人との交流の中に、 確立し、一級に参じた、村田受講が、その先駆を成した。以来、佐藤は善に、精神的な拠りどころを求め、社人にとって、参戦は不可欠なものとなった。牧石と佐藤の結びつきは、村田受講が一級から与えられた援護国金の墨、牧石与虎ら昇龍小院課城を床にかけたことに起因すると、伝えられている。 しかし記録上確認できるのは北巨漢の牧石が最も早い。そして室町時代末期から茶掛けとして牧石が尊ばれるという伝統が生まれたが、当初は中国の牧石が主流であった。その中で最も茶会で使用された牧石は巨、動作と死具の宝護であった。その後、茶の湯の普及に伴って日本の牧石、特に 宗法明朝や一休をはじめとする大徳寺の僧のものが陳徴され、以後、大徳寺と茶道の関係は続いた。やがて茶室の装飾品としての牧石や個室を豊臣秀吉が好んだことから民間にも広まり、その後、茶道の発達に伴いその表層も税を尽くすようになり、長く国民に陳徴された。江戸時代初期、大徳寺には、 第154世、拓安双方、第157世、光月双眼、第171世、西岸隆の三人の農書、いわゆる大徳寺の三筆が現れた。彼らの間では、仏名や祝などを太い線からなる、縦一行に対処した一行書が流行し、茶掛けとして陳調された。日本の前輪に生まれた、そのような、中国風を脱した書が、 近世の牧跡であり、この形式は現在にも受け継がれて牧跡の主流となっている。一方、近世になると江戸幕府の政教分離政策によって、五山は政治的な力を失い、前奏と社会との距離感は失調した。そのことが書にも反映し自覚が、 極限まで超え、塗り込めた墨にわずかばかりの白い隙間があるという、印象の無法の書が生まれた。白に絵画の書が、その代表で、社会との距離感を失ったその書は、戦後の前衛書の起点となった。墨石は日本において尊重されてきたが、その発祥の地である中国では排斥された。以下、両国の墨跡の評価を記す。墨跡の多くは、 中国伝統の書法から離れた、破格の書である。伝統をんじる中国ではそれに反するものは、異端として拒否する傾向が強いため、今日、中国に、墨石はほとんど残っていない。その伝統をんじる中国において、破格の書である墨石が生まれたのは、禅宗の教えから来る。禅宗では、一切の権威と伝統を認めないため、書法においてもこれまで、 絶対的な権威と仰がれてきた王義氏の典型を否定し、ただ自己の個性を天真爛漫に発揮するだけであった。このような禅の精神による芸術を中国の古い文化の伝統は喜ばないのである。ただし、現代は超毛布の書が一世を風靡し、超毛布を学ぶ禅僧が多かったため、技法の上でも相当優れていた。よって、現代では、 壮大の牧石に見られるような精神的なものばかりではなくなり、書の名家として知られる禅僧も少なくなかった。日本において牧石は、司法や、門破の証、また、高徳の僧を忍ぶ四須賀として重んじられ、寺院に代々伝えられてきた。日本には、根強い文化の伝統がないため、容易に受け入れられたのである。しかし書としての芸術性という面から、 干渉されるようになったのは近代になってからのことで、大勢から言うと、鎌倉時代の書法を支配していたのは、世尊寺流、発祥寺流、五教国流などの和洋であり、この時代の書流の本流であった。つまり牧石は一般に流行した書というわけではなく、当時の知識層の中でも特に上層の前層と一部の、進歩的な思想を抱く、限られた区芸や、 武家の間に好まれたに過ぎなかった。その理由は、牧石は、総長の新書風を放としながらも、それを、個性の強い前奏によって、花肌は曲されて伝えられたものであり、真の総長の品格と筆法が備わった書として、認められなかったことにある。ただ、旧来の伝統を守るはようが、極めて保守的で形式化し、ほとんど個性が見出せず、 世紀を書いていたのに対し、牧石の作品には、迫力のあるものが多く、近代になって牧石が、鎌倉時代を代表する書の一つとして、和洋よりも、注目度が高いという傾向にある。牧石の内容は、前科特有のもので難解なものが多く、また実に様々であるが、大別すると次のように分けることができる。以下、主な牧石の一覧を記す。以下、 主な前輪構想の略伝とその牧石を解説する。与虎岡昌流引火上、炎後国勤は御祖法、御素宝炎の方詞。炎後には、大江宗公と虎岡昌流の皇帝がいるが、大栄派には牧石を残している者は少なく、虎九派が多くの牧石を残している。炎後の書は貴品に富み、風格が高い。読む宗公寺石得。大江宗公は、 援護国勤の奉詞、ダイエ波門の祖として著名。ダイエはご祖法炎から援護国勤へと継承された、公安を用いた指導法を発展させ、公安全を体制した。また、次第部を通じて、社会と積極的に関わろうと努めたことから、その門下には超、超旧姓、李などの孤児たちが集まった。そのような、大江の能動的な姿勢は、 その思想と共に手記などにも大きな影響を与えた。手記は若年の頃、大江の弟子、平木義道剣に指示し、大江の語録を愛読していたと言われ、手記の思想には全的な要素が多分に認められる。添い死亡は中国、元時代の禅僧。仏日不詳へ弁禅寺。寺は、鈍陽属性和主、青年老人。 西西老人などと合した、正山の人、元創業団の法師。ガツ、う正院と共に、現代前輪を代表する。師匠よくし、その牧石は、元の前僧中、最も、超毛布の書風に近く、伝統書法を示した大一人者である。よって、牧石としては珍しく端正な書風で、日本では甚だ尊重される。 心か失明は、その代表作である。密安美奈結は、中国、南宋時代の禅宋。名は美奈結、属性は帝。複製の人。王安具森家の方士。南宋はじめの前輪の巨匠である。密安門家の末源高志学、半祖先、宋皆元、道夫の三人を密安家の三欠と称し、この方形から、 多くの牧石を生んだ。著名な牧石の筆者は、末元派では、中国の古林清重、良安清翼、虚、道里と主具、蘭慶、道高、日本の周法明朝、一級宗順、半派では、中国の矛盾師範、周法明本、無学素元新津田名正澄日本の無僧素籍、草原派では、 中国の市一山一安氏、日本の雪村智梅などが挙げられる。ガツリン道合、余別芸に縁むね層別芸、古林清茂は、中国、南層から、元時代の前宗。属性は林、伊名は清茂、字は、古林、今後憧れ、休居宗などと合した。雲州の人。横川城の奉氏門下に、両安清翼、軸千本線。 日本像では月林道高し、石室前キューラがいる。中宝明本と並んで、現代中期の前輪の巨匠で、当時、日本からの渡航像で、古林に三千ものなしと言われたほどの構想である。著に、古林茂前寺五六、宗門東洋俗集が知られる。古林は、標古ぶりと交友があり、 書法に長じ、その書は拡張高く貫禄を備えている。また文学にも造形が深く、入本像は、そのような古林の次第部的教養に憧れて、その門に学んだ。現代は、南宋時代に増して前輪が様々な文化との関わりを強め、特に文学への関心が高かった。が、その内容は、次第に世俗化し、前宋の本文をわきまえず、 大英派の人々の詩文は、一般の詩に同化していった。古林は、こうした傾向を阻止しようと題材を仏教に、限定した、下章を重視したが、大英派の荒い印代の出現によって、前輪文学は、化粧から四十六弁例文にその中心を移したと、言われる。新道後両安清翔は、中国、元時代の禅僧。属性は、 郷は、南道。大衆の人。古林清重の奉仕。両安は、古林清重、トライは、清伏せ、即休憩両らと共に、現代における、末元派の重要な人物として挙げられる。月、ツ、こう正しいは、中国、元時代の禅僧。仏心広し観全寺。属性は竜。 正月沖縄と合した。復讐の人。トライは、清伏せの奉仕、清津田正澄の実刑にあたる。南祖施設は、中国、元時代の前奏、トライは、清伏せの奉仕、宝語居、道佐都市具は、中国、南宗時代の前奏、名は、佐都市具、意気孔、意気と合詞。属性は人。昭山の人。 うにゃん、広島の奉仕、門下に、霊石女子は日本像では、南浦つ明がいる。南浦つ明の弟子が大徳寺の解散、修法明朝であるが、大徳寺は、茶道と縁が深く、茶道において、修法の師としての挙動の牧石は、鎌倉時代から特に重んじられた。その牧石には超即野の書の影響が見られる。 一級総順は挙動七世の孫にあたる。著に挙動を称語録がある。関山あざごう、競馬や南学下、与関山栄源引員城上、修法明朝は、南浦津具脇の法師、門下に関山栄源、鉄刀技工など、多数いる。修法は、大徳寺を開き、その二代目を鉄刀技工に定めた。関山栄源は、 妙心寺の解散となる。修法の書はそう、元の牧跡に日本風を少し加えたもので、日本的牧跡の先駆をなし、当時より一級の牧跡として尊重されてきた。鉄刀技工は、日本、南北朝時代の前奏修法明朝の法師、門下に、玄界胸忠がいる。大徳寺の第二世。鉄刀は経営の際に富、 大徳寺山内に、徳善寺を開いて、数々の政法を定め、大徳寺系営の基礎を固めた。一級総順は、大徳寺、第23世、花宗州曇りの法師、同時第48世として従事する。大徳寺は、五三実説の漢字に属さず独自の展開を遂げたが、応仁の乱で大きな被害をこむった。 一休が従事したのはこの時で、その復興を成し遂げた。また一休は妙理を求めず、権力に媚びない性格で、前輪の世俗化を激しく批判するとともに、堺の町を、木刀や骸骨を下げて、歩いたり、酒場や遊郭に繰り出したり、飼っていたズメに創意を与えたりなどの気候によって、京都や堺の居住者の人気を得た。一休の書も中世から、 近世の墨跡の中で特に際立ち、伸長された。破格と言えるその書は、一見しただけでは、中国書法とのつながりがほとんど感じられない。しかしそこには、皇帝剣や超速能の書風に、虚、動作都市具の雑体書風が加味され、さらに、周法明朝の雲筆が見られる。つまり、和洋と中国風が合体した、無法の書で、 近世の牧跡の先駆けとなった。保護、規則、規則乱刑道高筆、県庁地蔵、国宝乱刑道高は、無名形成の法師、県庁寺の解散。乱刑は、牧跡の処方の基礎を成した超速のの書をよく学び、その場り即これの書風を日本に最初に移入した人物として、日本書道史上、注目される。従って、乱刑の書は常に、 超速度の書と比較される。著に、大覚禅寺語録がある。予兆楽寺一応下語無学素元は、無順師範の法師、県長寺の、第三世、円学寺の解散。皇帝県の書風で知られる。中法明本は、高峰玄妙の法師、現代一級の構想である。放浪して、巨書を定めず、自ら、厳重と称し、至るところに、 厳重案を構えた。農書の長毛布が深く、中峰に消えしていたことは、長毛布の、予中法妙本書きによって知られるが、中法が五中によう構えるとき、表小ぶりが泥を練り、長毛布が運搬し、中法が壁を塗ったという説話が伝えられている。中法は書を良くしたが、その書は破格であり、露法で偏平な比較が、 柳や笹の葉に似ていることから、中国では柳葉対柳場所などと言われ、日本では古来、笹の葉書きと呼んでいる。ただし、天書の一体に、青春の絵が作ったとされる、柳葉天というものがあり、中峰の書は、厳密に言えば必ずしも、独創的なものではない。中峰に参じた多くの日本人入り元像が貴重後、中峰に習って、 放浪の生活を好んだため、一括して厳重派と呼ばれる。著に厳重安心儀など多数が知られる。伊グ新津田正タは、中国、元時代の禅僧、大寒禅寺、愚極地への奉仕、月光正しいの実定にあたる。大抵三年、火力元年に来朝したが、これは、 北条定時や北条高時の将兵によるものであった。清津棚は文学に優れたが、化粧主義という点で古林清重と清一にした。著に大幹神義がある。読む人間都合森氏、画伐、氷こぶりは中国、元時代の古事の春英として知られた。字は、海屋は、海族同人、海道人などと合した。優秀の人。 漢は、宗賢町聖師となる。博学で、私文に優れ、その博識ぶりは、天下の書で、彼が知らないものはないと言われた。よって、当時、超毛布と共に文明を馳せたが、標古ぶりの書風は得意であったため、その書を記載する文献は少なく、書人としての名はなかったようである。標古ぶりは全額に心を寄せ。 中宝明本や古林清重と信仰があったため、僧侶ではないがその書は無因玄坪森、っぱなし牛光林、ガツ、林道高白入元の禅僧らによって、日本にもたらされ、牧籍と同等に尊重された。無因と、宝氏は、兵こぶりと交友があり、その書は、兵こぶりから直接、送られたものである。以下、臨在州の略警符を記す。以下、 横領江南の方形を記す。以下、陽義家高いの方形を記す。大江派以下、大江総工の方形を記す。虎急派以下、虎岡昭竜の方形を記す。松元派以下、末元隆学の方形を記す。関山派以下、関山英元の方形を記す。鉄頭派以下、鉄頭義工の方形を記す。派安派以下、派安祖先の方形を記す。 無学配下無学祖元の方形を記す雪岩の方形以下、雪岩祖金の方形を記す聖一配下縁にの方形を記す草原配下草水面と、道尾の方形を記すありがとうございます。